藤沢さつきは北海道北見市出身。中学校の教員で元カーリング選手にして長野オリンピックの最終候補選手に選ばれていた父にカーリングリンクに連れて行ってもらったのがきっかけで、5歳からカーリングを始める兄と姉も父の影響でカーリングを始めていた。同年代の子供と比べ体が大きく、約20キロの大人用ストーンを操れる牽制の技術をすでに持っていた。姉曰く、子供時代からすでに負けん気がすごかったという。そして姉と同じ地元北見のチームでプレーするようになり、中学1年生の時、父は藤沢の感覚よりも理論を重視する素質に気づいて、姉と交代する形でチームの作戦を立てるスキップを任せるようにした。後にチームメイトになる吉田千奈美は、練習試合で藤沢のチームと対戦した時に、同い年と聞いたけど私たちとは比べ物にならないくらい上手かったと思ったという。2007年、北海道北見北斗高等学校に進学、そしてチーム北見のスキップとして2期連続で日本ジュニアカーリング選手権とパシフィックジュニアカーリング選手権の優勝を果たした。この時期の日本のジュニア勢には、すでに中学生時代に日本選手権で準優勝経験もある吉田千奈美、吉田ゆりか、鈴木優美、小野寺佳穂の後のオリンピア4名からなるロビンズなどが存在していたが、そんな日本トップクラスの力を持つライバルチームとの競争も制して、天才藤沢さつきは日本ジュニア連覇を達成していたのだ。世の中に失敗はない、チャレンジしているうちは失敗はない、諦めた時が失敗である。これは藤沢さつきの好きな言葉だ。